感動するというか希望を感じたというかですね。でなんか結構ちょっとうるっとして見ていてですね。だからこういう描き方をされて世の中に広まっていくのはとても望ましいことだなと思うし、友達と話したりとか女性から直接聞くような内容ではなかったんですけども、なんか女性はなんか体の機能としてこういうハンデを抱えて生きてるんだっていうのが想像しやすい形で出てたのですごい新鮮でした。きつい時とか眠気が強い時とかもあるので、仕事とかも休みたくても休めるわけじゃないんで、そういうところで上司だったり周りの男性からも理解があればいいなと思いました。物語せいりちゃん